サー・アトマス・マスター・マン・ハーディは、イギリス海軍中将で、バスクン賞を授与され、順弾尺に上された人物である。フランス革命戦争中、1797年2月にサン・ビセンテ・岬の海戦、1798年8月にナイルの海戦、そして1801年4月にコッペンハーゲンの海戦に参戦し、ナポレオン戦争中のトラファルガーの海戦では、 ホレーショネルソンのフラッグキャプテンであるビクトリーの艦長として艦隊を率いた。ハーディが艦班を歩いていた時にネルソンは砲撃されたが、そのネルソンが瀕死の床で行ったとされるハーディ、キスしてくれは、この人物に向けられたものである。1830年には第1海軍卿となったが、この肩書きでの国会議員への転身を拒み、また蒸気船の導入を奨励した。 クルーカーアングラマースクールの名番ジョセフ・ハーディとナニー・ハーディの次男としてロングブレディのキングストン・ラッセルハウスに生まれた。ハーディは1781年11月30日にキャプテンズ・サーバントとして海軍に入隊しブリックのヘレナに乗官したが1782年4月にヘレナを降りその年クルーカーアングラマースクールに入った。在学中も ハーディの名は六等艦シー・フォードと三等艦カーナティックの上員名簿に記載されていた。ハーディは1790年2月5日に五等艦、平べにミジップマンとして上艦した。後にアンソニー・ハント艦長の六等艦ティシフォーンに転属し、その後1793年5月に六等艦アンフィトリトに乗って地中海へ向かった。ハーディは マルセイユとトゥーロンの沖合いで任務につき、1793年11月10日に、チャールズ・タイラー艦長の後藤艦メリーガーに二島会議として、乗務した。ホレーショネルソン1794年6月、ジョージ・コックバーンがメリーガーの指揮官となり、そのコックバーンは1796年8月に後藤艦、ミネルブに転属した。ハーディもコックバーンと共に、 ミネルブで任務につき、その後すぐに一等会議に昇進した。1796年12月には、その当時順庄だったホレーショネルソンがミネルブを自らの帰還とした。ジブラルタルへ向かう途中に、スペイン海軍との間で1796年12月19日の海戦が起き、ミネルブと両艦ロゴ東艦ブランチェは2隻のスペイン艦と交戦し、 サンタ・サビーナを降伏させた。ハーディとカルバーハウスの海員は、補修された乗組員ともども、サンタ・サビーナに乗り込むように指示を受け、この3隻の艦は、ジブラルタルを目指し続けた。しかし、夜が明ける前に、ネルソンは、スペイン艦隊とデクアし、何とかしてその場を切り抜けることに先進した。その時ハーディは、ミネルブから、スペイン艦を引き離そうとして交戦したが、 マストが折れ、打歩されてしまった。ハーディとカルバーハウスは、その後間もなく、サンタサビーナの艦長であるドン・ハコボ・スチュアートと交換され、1797年2月9日、再びジブラルタルでミネルブに乗艦することができた。敵艦2隻に尾行されていたため、コックバーンはミネルブの速度を上げるように命じた。この逃走の最中に、小老町が、 海中に落下し、艦は航行を停止して、ハーディを乗せたボートが落下した長老町を探すために降ろされた。敵艦が速度を上げて接近したため、コックバーンは撤退には慎重であるべきと考えたが、ネルソンは我を忘れて叫んだ。神に近い、私はハーディを失うことはしない、水ントップマストへ戻れ。これはどこまで進んだかを確認していたスペイン艦を、 混乱させ、ハーディはこのおかげで、ミネルブに戻って、スペインからの逃亡をやりおせた。ナイルの海戦ハーディは1797年の5月まで、ミネルブにいたが、その後、彼が責任者であった遠征が守備よく中断され、その後新しく逮捕されたコルベット、ミューティンのコマンダーとなった。ハーディの指揮のもと、ミューティンは、トマストラウブリッジの戦隊に加わった。 トラウブリッジ戦隊は1798年6月にトゥーロモキでネルソンと出会い、ナポレオン・ボナパルトがエジプトにいることを突き止めて、1798年8月のナイルの海戦でフランス艦隊を破った。その後、ネルソンのフラッグキャプテンであるエドワード・ベリーが文献隊を連れてイギリスに戻り、ハーディはネルソンの機関ヴァンガードの艦長となった。 1798年、バンガードは、ナポリ王国の国王フェルディナンド4世、イギリス大使、ウィリアム・ハミルトンと夫人のエーマを乗せて、ナポリから安全なシチリアへ航行していた。ハーディは、ハミルトン夫人のことを少しもよく思っていなかった。夫人は、バンガードの上院の代理人として、一度ハーディに口を差し挟もうとしたことがあり、ハーディはその上院を二度鞭打ちにした。 一度が上院本人による規則破りのため、もう一度は夫人に代理人を嘆願した角での処罰だった。ネルソンは1799年6月8日に三等艦、フードロイアントに転属となり、その時ハーディもフードロイアントに移動した。1799年6月、フードロイアントに引き入られた主力艦隊はフェルディナンド国王のナポリ王国再建のため、 ナポリにできたパルテノペア共和国への襲撃の援軍をさせるべく、海兵隊をナポリに上陸させた。ハーディは1799年10月13日に指揮官をエドワードベリーに譲り、後藤艦プリンセス、シャーロットの指揮官となり、イギリスへ戻った。コペンハーゲンの海戦ニコラス・ポコック作陸場で1年を過ごした後、ハーディは1800年12月に、 修理が終わったばかりの後島艦さん、ジョセフの指揮を取るため、プリマスの艦ドックに向かった。1801年2月には、二島艦船とジョー時に配属され、再びネルソンのフラッグキャプテンとなった。ネルソンは二度目のバルト海艦隊の指揮官の任務についていた。この艦隊は、武装中立同盟からの撤退のため、デンマークの攻撃目的で派遣された。 1801年4月1日の夜、ハーディはボートで停泊中のデンマーク艦隊の周りの推進測定に派遣された。この船はかなり浸水し、そのため翌日のコペンハーゲンの海戦には参加できなかった。後になって、ハーディが行った仕事はかなり価値の高いものであることが証明された。この時座礁したのは三等艦アガメムノンとベローナの2隻。 のみで、両官は、地元の案内人の指示を受けており、ハーディが進めた進路に従っていなかった。ハーディはその年の8月まで、チャールズ・ポール中将座城の新艦隊のフラッグ1802年7月、ハーディは、後藤艦アンフィオンの艦長として、リスボンに新任の大使を送り、その後、ポーツマスに戻った。ポーツマスにはネルソンがいた。というのも、 ネルソンは1803年にビクトリーを帰還としたが、まだビクトリーの準備が十分でないことがわかり、アンフィオンを帰還として地中海に赴いたのである。1803年7月31日、ネルソンとハーディは最終的にトゥーロン沖でビクトリーへと移動した。ハーディはただネルソンのフラッグキャプテンであるだけではなく、ネルソン艦隊の非公式な指揮官でもあった。 ネルソン艦隊は1805年の4月までトゥーロンの封鎖を続けたがその時フランス海軍は逃走して西インド諸島まで追跡され戻ってきた8月20日から9月14日までの短い活動停止期間の後カディスに向けて出港し1805年9月29日に到着したネルソンの臨終 アーサー・ウィリアム・デビス作戦805年10月21日、ビクトリーが敵の防御戦に近づき、ハーディはネルソンに必ずや怒るであろう。混乱を避けるために、ネルソンに他の艦に移るように促した。しかしネルソンは拒否した。ビクトリーは、風上に戦列を引いて、トラファルガーの海戦の第一章である、激しい砲撃を浴びた。とある局面で、艦の破片が、 ハーディの靴のバックルを剥がしたが、ネルソンはそれを見てこう言った。これは、かなりの激戦だな。長くは続かんぞ。ネルソンが砲撃された時ハーディは一緒にいたが、戦闘が終わりに近づき、ネルソンが瀕死の床に横たわっている時、この両者は共に多くの会話を交わした。ハーディはネルソンに、14隻ないしは15隻のイギリス艦が敵を打ち負かしたことを伝えた。 ネルソンはこれにこう答えた。二十席は敵を破れたはずだが彼らの最後の会話では、ハーディに簡単に闘病するよう注意した。続けてネルソンはこうも言った。我が愛するハミルトン夫人、ハーディ、あの気の毒な夫人の面倒を見てくれ。キスしてくれ。ハーディそして、最後の言葉が、君に、神のご加護があらんことを、ビクトリーは、ジブラルタルに栄光され。 1805年10月28日にジブラルタルに入港して大掛かりな修理に入り、11月4日にイギリスに向けて出港して、12月5日にポーツマスに戻った。そこでネルソンの遺体はシアネスの長官ジョージ・グレーのヨットに乗せられ、クリニジへと運ばれた。ハーディはネルソンの総例で彼の召喚機の一枚を持って進んだ。 1806年1月29日、ハーディは順断尺に除された。そして同年の5月には、北アメリカ中留置の三島艦トライアンフの艦長に就任した。ノバスコシア州に滞在中、ハーディは最高指揮官、ジョージ・クランフィールド・バークレーの娘のアンナル・イーザ・バークレーと結婚した。バークレー提督がリスボンに派遣されると、ハーディもフラッグキャプテンとして二等艦。 バーフラーでリスボンに向かった。1811年、ハーディはポルトガル海軍から順将の称号を受けた。同セットにあるハーディの記念日1812年の8月、米英戦争の勃発に伴い、ハーディは三島間、ラミリーズの指揮をとって北、アメリカへ戻った。八百十四年七月、帰還に座城したハーディは、陸軍中佐のアンドリュー・ピル・キントンの補佐を受け、 機関以外の四隻の軍艦と、第百二不評連隊の兵二千人と、王立砲兵中隊を乗せた数隻の輸送艦を率いて、サリバントリデを攻撃した。アメリカ側の防御軍は、七十人の正規兵と二百五十人の民兵で、彼らは戦わずして戦闘を投げ出した。ハーディとピル・キントンは、イギリスがイースト・ポートと。 その近くのいくつかの島の領有化を考えていることを明確にした声明を発表した。ここの住民はイギリス国王への忠誠を誓うか、町を出て行くを迫られた。人口の3分の2がイギリスへの忠誠を宣誓したが、一方で500人が町を出て行った。その後数週間この地に留まったハーディは、地元の人々に好意を持たれ、かなりの尊敬を受け人気を勝ち取った。しかし、 ハーディの次なる仕事である8月9日から11日にかけてのコネチカット州ストーリン人間の爆撃は敗退した。イギリス海軍の連続砲撃は20の建物を焼き、馬やガチョウが焼死した。一方で公式報道によればかなり大規模なアメリカの防衛軍がイギリス兵21人を殺し50人を負傷させたと述べている。 1815年1月2日、ハーディはバスク章ン賞を授与された。ハーディは1816年に王室のヨットプリンセス・オーガスタの艦長に就任して、巡将に昇進し、南アメリカ中流地の最高指揮官となり、1819年8月に三島間、スパーアブを機関とし、新興国メキシコ、コロンビア、そしてアルゼンチンの 各共和国からスペインの介入を防ぐように任務を受けた。1799年当時のグリニッ病院1825年5月27日、少将に昇進し、3カンウェルズリーが帰還となった。4000人のイギリス部隊を連れてリスボンに行き、1826年12月、当時8歳の女王のおじによる革命の鎮圧を支援した。 その後、英仏海峡で実験的な船体の指揮官となり、五島艦シビルから六島艦、ピラマスに帰還を移して、1827年10月21日最後の上陸をした。ハーディは1830年11月、グレー内閣の下で第一海軍峡となった。そして1831年9月13日にバス勲章を授与された。ハーディは、 国会議員出馬を拒否した最初の第一海軍協であり、一方で蒸気船の導入を奨励した。1834年に第一海軍協を辞任して、栗日病院の総裁となり、1837年1月10日には、中将に昇進した。1839年9月20日、栗日で死去、遺体は病院内の病所に埋葬された。ここは、 その後、旧王立海軍大学となった。順断尺の位は死去に伴い断絶した。1807年11月17日、ハーディはルイザ・エミリー・アンナと結婚して、3人の娘を設けた。長女ルイザ・ジョージアナは1808年12月7日、生まれ、1875年に死去した。次女エミリー・ジョージアナ1八百九年十二月三十日、生まれ、 1805年、ウィリアム・ポレット、ブラウン・チャテリスと結婚した。1887年に死去。そして三女メアリー・シャーロットは1813年3月20日に生まれ、1833年ジョン・アソール、ムレー・マクレガーと結婚して、1896年に死去した。ありがとうございます。